竜よだれ孔北海由来の竜よだれ孔竜よだれ孔、あるいはアンバーグリスは、マッコウクジラの腸内に発生する血石であり、香料の一種である。生成されたばかりの竜よだれ孔は、海の匂いや、糞便臭がする。熟成するにつれて、甘い土の香りを獲得し、一般的には、蒸気質の化学的渋みのない、消毒用アルコールの香りに例えられる。灰色。 琥珀色、黒色などの様々な色をした大理石状の模様を持つ籠状の個体であり方向がある。竜よダレコにはマッコウクジラの主な食料であるタコやイカの硬いくちばしが含まれていることが多い。そのため竜よダレコは消化できなかった餌を消化分泌物により血石化させ排泄したものとも考えられているが、その生理的気候や意義に関しては、 不明な点が多い。イカのくちばしなどの竜よだれ孔の塊の表層にあるものは原型を保っているが、中心部の古いものは、気質と溶け合ったようになっている。マッコウクジラから排泄された竜よだれ孔は、水より比重が軽いため海面に浮き上がり、海岸まで流れ着く。商業捕鯨が行われる以前は、このような偶然によってしか入手ができなかったため、 非常に貴重な天然光量であった。商業捕鯨が行われている間は、クジラの解体時に入手することができ、効果ではあったが、商業的な供給がなされていた。1986年以降、商業捕鯨が禁止されたため、現在は商業捕鯨開始以前と同様に偶然によってしか入手できなくなっている。現在では、その希少性から大きさ、品質、 取引相手の有無にもよるが、クオリティの高い場合には、数千万円、数億円ほどの高額で取引される場合がある。英語のアンバーグリスは、灰色の琥珀を意味する古フランス語のアンブレグリから、竜与ダレコが初めて香料として使用されたのは7世紀、頃のアラビアにおいてと考えられている。また、竜与ダレコという呼び名は、良い香りと他の自然物にはない色と、 形から龍のよだれが固まったものであると中国で考えられたためである。日本では室町時代の文書にこの後の記述が残っているため、香料が伝来したのはこの頃ではないかと推測されている。香料として使用する場合にはエタノールに溶解させた、賃器として使用され、香水などの香りを持続させる効果がある、保留剤として高級香水に広く使用されていた。また、 神経や心臓に効果のある漢方薬としても使用されていた。リュウヨダレコウの構成成分の大部分はステロイドの一種であるコプロスタノールとトリテルペンの一種であるアンブレインである。このうちアンブレインの顔料が高いものほど品質が高いとされる。このアンブレインがリュウヨダレコウが海上を浮遊する間に日光と酸素によって酸化分解を受け各種の香りを持つ。 化合物を生成すると考えられている。これらの香りに、重要な化合物としては、3R- ドデカヒドロ3 r 6 6 q a テトラムエセルナフス2 h b フランヤ2 5五トライムエセル -12344R567 オクタハイドロンフェサランマイナスニオルなどが知られている。これらの化合物は、 合成香料として製造されており、竜よだれ香の代替品として使用されている。また、竜よだれ香には含まれていないが、竜よだれ香と類似した香りを持つ加工もも多く知られており、それらも竜よだれ香の代替品として使用されている。ハーマン・メルビルの小説、白芸第92章は、商題がアンバーグリスとあり、その内容も、マッコウクジラの解体時に、 流よだれ孔を入手する様子を詳しく描写している。菅和国彦の冒険実は、無人島に生きる16人内では、マッコウクジラ漁の描写に関連して、流よだれ孔の獲得を期待する一連の描写がある。中国、秋代の趣味人向け道具解説には、スマトラ国にある、流禅所では、たくさんの流がザコネしていて、その垂らしたよだれが採集された孔。 海面に浮かんでいたものが最上本、岸に漂着し埋まっていたものが次、魚がよだれを食べ糞となり、腹から取り出したものが次の品という説明がある。アンバーグリス、ブリタニカ、2013年1月31日閲覧。バリ、チャンドラー、ザ・エンペラー・オブ・セント、エーストーリー・オブ・パフューム、オブ・セッション、アンド・ザ・ラスト・ミステリー・オブ・ザ・センシズ、ニューヨーク、 ランダムハウス、ISBN 9780375507977、https、アーカイブ、org、ディテイルズ、エンパーローフシェンツットレーレーバリ、ハットハーマンメルビル、モービー、ディック、チャプター 92- マイナスウィッキソース。長物詩。ありがとうございます。